策が出たのか。ヘンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。叔父上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。どうどう、怖がるな。仲良くしよう。名前は何にする？ノブ、誠の心。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。ジン、何をしておる？ああ、夕餉の魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。叔父上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？ジン、よれ。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。崖側には物見はおらんな。また冷たくなった。どうかご用心を。お侍が目を光らせています。物見を殺せば
化け物になり下がったと示すだけ。志村君は自分の宿泊で演説されるそうだ。士気を高めるため、いよいよハーンと刃を交える。鍵縄を使って橋の下を通るか、または何か他の手を探すか。守護者を民に思い出させよう。この美しい島に恐怖や毒をまき散らすクローノではなく、我らのような勇猛で誇り高き武士である。それまで英気を養うがよい。では皆の者、戦まであるぞ。猛子どもの毒はどう防げばいいんでしょう。飲み食いする者に用心せよ。毒矢にも当たるでない。と劇を飛ばしたかった。ジン、恨むぞ。させてはならぬ。猛虎は酒井殿と同じ毒を作れるようになったとか。わしの前でその名を口にするな。お許しください。あやつのせいで敵は民を毒で殺す術を得たのだ。クロードは島に災いをもたらした。次こそは逃しません。城内をくまなく見張り、何かあれば知らせる。承知いたしました。夜を通して見張りましょう。Thank you.
目指すは最上階。今なら忍び込める。城郭の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも境、いえ、九郎どめの仕業かと。いかがされますか。九郎どの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってからか。しかし将軍様のご下地は。言われずとも分かってる。なれど今は俺の座敷、ここに帰ることはなかろう。北へ送った石膏が戻らず、捕らわれたか殺されたか。行き先はわかるが、足跡のいざなう方へ進む。ふっ、お目に留まりそうなところに。酒井だ。出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば、その時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何とぞご加勢よ。そしてまたまみえんことを。父とことは申さぬまでも、歩む道をたがえた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも、身内には変わりませぬ。金、材木、布を扱います。役に立ちますよ。また来よう。ここで良い知らせをお待ちしてますね。いいお日和です。妹は見たんだ。黒い目は土のない夜に真っ黒。恐
遅かったじゃないか。どうぞお気をつけて。心配したよ、捕まったかと思った。文を届けるのに手間取ってな。読んでもらえた？ハーンとの戦に加勢するって。そう願うが、待っておる暇はない。風が強くなってきた。朝には大風が来るな。ヒアリは無事に奪えたか？痛手を負わせられるほどにね。それとクロードに従うため城を抜けた兵を見つけた。万端だ。夜明けとともに攻めるぞ。そう伝えるよ。みんなに会ってきて。話を聞きたがってる。マサコ殿、おいでくださるとは。しかる時に参ると申したであろう。私もハーンを葬りたい。奴は夫を殺し、二人の息子を奪いおったからな。必ず裁きを下しましょう。私も力を尽くそう。お休みを。明日は長くなります。もしくは短いか。猛虎に打ち勝てます、はあ、さあ、いよいよですね。機嫌が良さそうだな。当然ですよ。一日中酒を飲んでますからね。あまり飲みすぎると明日起きられなくなるぞ。戯れはさておき、明日は力の限り戦います。鷹のためにも。頼むぞ、ケンジ。酒井。その弓、頼りにしております。約束は果たしたぞ。深く感謝いたします。あまり干渉にふけるでない。先生もでしょう。覚悟はつきましたか？この家に生まれた時からな。明日が待ち遠しくてたまらんわ。酒井様。杉寺の長がいて心強いぞ。長だなんて名乗るつもりはありません。だろうな。だからこそふさわしいのだ。お主の兄君と僧兵らの仇を討とう。故郷を取り返すだけで幸せです。
として何か。お主に助けられてから随分と遠くまで来たな。陣は重くて引きずって歩いたよ。男にしなきゃ村に戻れなかったくらい。全てはお主のおかげだ、ユナ。あんたは死ぬなよ。これまで辛いことばかり。大事な人も亡くした。お願いだ。だがハーンを止めねば。もういいよ。一緒に船を見つけて静かな地に逃げよう。戦は侍どもに任せりゃいい。それは本心か。いいや、俺が死んでも戦い続けてくれ。あんたってやつはひどい男だね。そろそろ休む？まだだ。今はあと少し共にいてくれ。いよいよだ。この時を逃せば二度とハーンを撃てなくなる。ケンジ、ヒアリの手はずはいかに？いつでも矢の雨を降らせられますよ。よし、ユナの合図で放つがよい。猛虎は束になってヒアリを奪いに来るだろう。我らはそこを叩く。火薬も弓兵も定められた場にある。さあ参ろう。酒井、皆の者、ブーンを。いざ。ジン、志村様はいないね。じきに大風が来る。我らも始めるぞ。あいつの矢は放てるな。今だ。猛虎が来るぞ。すべてなで切りにしろ。取られるな。誰一人通しちゃダメだ。恐れず戦え。進め。
うまくいったね。猛虎は陣を整えておる。その隙は与えません。ノリオが丘の上の兵を率いておる。ならば落ち合い加勢しましょう。いいお日和です。皆さんご無事で。この地で型をつけましょう。今日をハーンの命日にします。志村殿のご加勢は待ちません。私たちは大門を攻める。猛虎の気をそらすから、その隙に忍び込め。死にに行くつもりか。ここまで来たんだ、今さら引くつもりはないよ。おのおの方こそ誠の勇士。また生きて会おう。兵の相手は任せな。みんな声を出さんか。猛虎にかける情けはないぞ。戦え、酒井様に続くのだ。クロードに続け。Mitten. Medell, Humalap. Yane ni noboraneba, teki jin wo miwatashi, haan no idokoro wo sagure.
내기용 할 수 있다. 黒だらけだ。 己も志村もくだらなかったからな。和平にも応じず己は戦を選んだ。ではその報いは本土の民に受けてもらう。この対馬からは出さんぞ。
福島の民の無念思い知れ。敵討ちとはわらべのような朝。我はここで死す定めにあらず。首を落とせ。
察すれば次が来る。やれ、この名はついえぬ、とこしえ。いや、そうさせんぞ。ハーンは死んだが、その残党は隠れておる。奴らを追いやらねば誠の平和は戻らん。猛虎が去ったらどうなるんだ。また生きていくだけだ。もう先のことも想像できないし、自分が誰かもわからなくなった。民には希望を、猛虎には恐怖を与えろ。それで侍に追われろって。武士の心を変えられるのはお主だけだ。戦い続けろ。ノブ、さあ。そろそろ立つぞ。叔父上が探しに来る。いや、来ないよ。戦の後に使いが来たんだ。和睦の申し出か。あんたに会いたいとさ。赤い葉が落ちる、しんとした湖のそばで。大巫女、よく稽古をつけてもらった地だ。ついてこうか。唯一の家族だ。一人で会わねば。そうだね。高を思うと、まだ胸が痛む。髪についた煙の匂い、小さく笑う顔、酔いつぶれた姿さえ懐かしい。あいつは私の全てだった。だけどもう一人きりだ。そうではない、俺がおる。クロードは島のみんなのもんだろ。